マンションだ。このマンションいいね。この感じ。そこがスーパーの端なんで、スーパーに行きます。あれ？よかった、伊達ちゃん、ごめんね。よかったよ。もうよかったよ。おばあちゃんにね、どうしたのって言われて、すいませんっつって、椅子の下に本当に落ちてて、って言ったら、って言われて、二人、そうなるわな。できました。本当にびっくりした。すごいびっくりだよ。なんか無言だったわ。チョコ。お茶。あったお茶。え？6袋しか入ってないよね。じゃあもっと入ってる。もっと絶対入ってる。皆さん、もう出ますよ。帰るで。帰ります。4泊5日、はい、お疲れ様でした。した、まあ、あの中通ったら通ったら多分離陸の絵は撮るが、一応台湾としてはここで最後だと思うので、はい、楽しかったです。お前のリュックで行けとじゃ。残念でした。はい、では皆さん、ぜひ台湾に遊びに来てください、はい、そして私たちを連れてきてくれてありがとうございました。ありがとうございました。シェイシェイ。お土産楽しみにしててね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。終わるよ。帰ります。2回遅れた。そうなんですよ。ボーディングタイムが最初5時25分からスタートのがまず5時35分に、そう、遅れた。そっからさらに10分、ようやっと今終わってる感じですかね。いいね、このじゃあねって言った後に遅れたよっていうことかね。せやね、遅れてね。いや、もうお腹すいたよ。結果、ダツさんなんかつまんだの？我慢したんだね。我慢した。その結果、ね、ね、その結果遅れちゃうっていうね。たくさん帰るよ。帰ろう。え？家帰って寝たい。いやー、4泊5日詰め込みましたからね。だいぶ詰め込んだね。でも全然取り越しあるから。ね。ね、いやー、まだまだですわ。この国を攻略するのは台北だけでもやっぱ4泊5日短い ね、無理だねこれは。バイバイ。バイバイ。See you next time. See you next time there. 待望の
を決めているのです。バイバイ。お疲れ。ゆっくり休むだよ。めっちゃ面白いな。着いたー。やーべー、俺ね、これだわ。これだわ。伊達さんも語彙力失ってるよ。失ってるよね。これだわ。ちょっとあなた、あそこの隅のここにどうなってるの。あと3回ほど先生させていきますか。プリンです。おどんどん我慢して、おどんどん我慢して、けど結局踊った。プリンがめちゃめちゃ甘い。分厚いんだよ、ほら。すごくない？厚みがやばい。いただきます。めっちゃタレはうまい。タレはうまいんだ。タレ美味しい。あ、熱いよ。え、熱い。熱いよ。熱いんだよ。揚げたてだもん。今噛んだら肉汁がベッて出て、舌が負傷しました。小籠包なじみにですよ、たぶん。かわいい中国語が喋れるかな。美味しそうなんですよね。我々のですね、もう行かなきゃいけない場所に1時間40分遅れてます。1000円ファッション企画、イエーイ。サギです。ポン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 。かわいい。週末アルバム発売します。よろしくお願いします。売れたら台湾でライブしましょう。いいね、いいじゃん。あ、皮うまっ。運気がいい、運気がいい。あー、よかった、よかった。スポーツも全部新しい。これはもうかなり人気があるお店なんですよ。どうしたの？食べたいの？あ、そうなの。ちょっとあの顔面でアピールせずに喋っていただいていいですかね。最初生麺だと思ったんだ。乾麺なんだ。そう、乾麺。買っていい？あ、本当だ。乾麺だ。あ、すごい。え、なんだろう。あ、なんだろう。なんか日本の醤油とかああいう感じじゃない。はい、じゃあ止めます。はい。じゃあこれのままめっちゃ美味しいね。うん、なんかこれなんかネギ油麺みたいな名前なんですよ、確か。うん。